ハイパーマーケット作用手のカルフールの外観ハイパーマーケットとは、衣食住すべてを扱う、郊外立地の倉庫型、集中レジ方式の総合スーパーの一つの形態であり、フランスのカルフールの主力業態となるなど主に、ヨーロッパで広く見られる小売業態で、米国ではスーパーセンターの名称で呼ばれている。フランスでは、ハイパーマーケットは、売り場面積2500平方メートル以上、 スーパーマーケットは400から2500平方メートル、そして400平方メートル未満をミニマーケットとしており、広い売り場面積を持つ店舗形態とされている。ハイパーマーケットの店内ハイパーマーケットでは、総合食品、日用品を中心に据え、その他に、医療、DIY 用品、書籍、玩具などを含めた多岐にわたる商品を倉庫をそのまま、 店舗として使用しているような大きなスペースに陳列する。顧客は購入希望の商品を用意されている。ショッピングカートに乗せて集め、出口ゲートを兼ねたレジに置いて、決済手続きをする。専門の売り場ごとに決済をする、ゼネラルマーチャンダイズストアとは、この点が大きく異なる部分である。そうしたセルフサービスの導入の一方で、生肉などの生鮮食料品については店内に、 売り場から見える加工場を設けてビジュアル的なインパクトや新鮮さを演出する工夫が当初からなされている。この業態は典型的な郊外型の店舗であり、屋上または周囲に大規模な駐車場を設けてあり、まとめ買いをする顧客をターゲットにしている。建物の外装にはあまりコストをかけず天井が剥き出しであることが多く、 ショッピングカートで移動しやすいことに着眼点のある売り場設計がなされていて1階から多くても3階建ての建物で各フロアの面積が広い。加えてエスカレーターはショッピングカートをそのまま乗せることができるシャドウが低くステップが段差にならないものが使用される。医療品でプライベートブランドやノーブランド品が多くするなどほとんどの商品で大量仕入れを活用して コストダウンを図っているほか、店舗外装にコストをかけないようにしているため、スーパーマーケットなど他の携帯の店舗の販売価格よりは、商品が15から20%安く売られている場合が多い、まとめ買いをする顧客をターゲットにしている。こうしたまとめ買いを狙ったやや証券の大きな業態のため、冷蔵小代わりに利用できるほど食品スーパーが、 発達して狭い証券で成立している日本や、米国などでは競争力にかけ成功しがたいとされているほか、医療品や家電製品などの非食品分野についても、家電量販店や島村、ユニクロのような専門チェーン店よりも、品揃えや品質、サービス面などと競合するため、日米のような流通先進国では成立しがたい、業態と言われている。世界に先駆けカルフールが、 ハイパーマーケット形態の店舗を出店したことでよく知られている。また、日本では過去に大映がハイパーマートなので誕生させたが、経営不振で撤退した。ありがとうございます。